この音はどういう音であるかっていうのを聞き分ける能力、そこに関しては非常に自信はあります。音の世界ってやっぱり測定じゃわからないところだったり、最後は人間の耳、一番いい音にするというのは当たり前の目標で、それより上を目指さないといけない。目標は高いですね。全てにおいて妥協しない、自分がいいと思える音、誰が聞いてもいいと思える音っていうのを目指して作ってます。インヤーヘッドホンだと思って聞いてみて、まず驚きだと思ってます。新たに開発した3つのドライバーユニットを搭載してます。ドーム素材にマグネシウムですねを採用してまして、エッジにはアルミコート LCP 素材を採用しております。空気感の再現、広い、とてもリアルな音、マグネシウムを振動板に採用しつつ、端子部に金メッキを施してありまして、かつ内部のボイスコイルに、銀コート線を使用しております。微小音の再生に非常に有利に働いてます。今回 100kHz 再生を実現するために 5mm のダイナミックドライバーユニットっていうのを新開発しています。音道下に同軸に配置させることによって遮蔽物をなくし、よりスムーズな高音を届ける。音作りというのは空気のコントロールなんですけども、ちょっとした形状の違いで大きく混ざった後の音は変わってしまう。各ドライバーユニットが合わさった時にどの帯域も強調せず、最適な位相状態で組み合わせることで、今までにない音の分離感、楽器の持つ本来の音色というのを再現することができます。フルレンジのダイナミックドライバーの後ろ側に、通常ない空間を付加してあげるという、極房その音響感というものを追加します。これによってドライバーユニットに対する空気の負荷っていうのを変えてあげることで、理想の周波数特性を作り出すことができるんですけども、実は部品の精度から組み込みの精度まで非常に難しいところがあります。ドライバーユニットからそして本体の組み立てまで全て日本国内で製造しています。ここまで緻密な作業組み込みっていうのは日本だからこそだと思ってます。最高の音を突き詰めると、ソニーの持つ技術を最大限投入するのがシグネチャーシリーズだと思ってますし、インヤーヘッドの概念を変える一つの最高の形っていうのが実現できていると考えてます。